おはようございます。2011年8月の31日ニューヨーク証券取引所より NYFPTV の鬼戸がお伝えします。はじめに日本の経済産業省が31日に発表した鉱工業指数速報によりますと、生産指数は前月比 0.6% 上昇の 93.2 ポイントと4ヶ月連続で上昇しました。前年同月比では 2.8% の低下となりましたが、東日本大震災後に落ち込んだ生産は震災前の水準近くまで回復しており、懸念された電力不足の影響も限定的でした。先行きについては、為替市場の円高や欧米の経済減速がリスク要因となる可能性が指摘されました。次に、米国ではオートマティックデータプロセッシング ADP エンプロイヤーサービスズが給与名簿に基づく集計調査を発表し、8月の米民間部門の雇用者数は前月比で9万1000人増加しました。続いてドイツでは8月の雇用統計が発表され、失業者数は前月比8000人減の295万人となり、失業率も 7% と東西ドイツ再統一後の1991年以来の最低にとどまりました。しかしながら、同日に欧州連合統計局が発表したユーロ圏17カ国の7月の失業率は 10% と2ヶ月連続で前月から横ばいとなりました。欧州一の経済大国ドイツで失業者数が減少したものの、スペインやアイルランド、ポルトガルの失業高止まりがドイツからの好影響を打ち消した形となりました。これらを背景に、今日の外国為替市場ではドルやユーロは前日とほぼ下げ幅を変わらずに取引されています。ユーロは全体的に下値で推移しており、ポンドはドルに対し若干下落しています。円はドルに対し引き続き76円台半ばで取引されています。現在のユーロドルの価格は 1.4445、 ドル対ポンドは 1.6316、 ドル対円は 76.55、 ユーロ対円は 110.61 で取引されています。以上、ニューヨーク証券取引所より鬼戸がお伝えしました。